弦の歪みもりもり増量中。このままいけば7日後にドカーンなんだよね。マリン、え、なにマリン、日本の関東の教会が壊れて、そこから爆発がどんどん世界中に広がるの？もしそうなると、あっちとこっちが融合して現象の世界になる。それちょっと楽しみかも。じゃあマーリン、冒険は一時中断。我々は特に手を出すこともなく、成り行きをニヤニヤ見守るぞ。いざ。安住頼子は興味本位で召喚してしまった自称魔王のミケとなぜか離れられなくなり、日々を共に過ごす羽目になっていた。関東一連に出現した大量の次元の歪みへの対策として、精霊庁は頼子とミケに解決への協力を要請する。報酬は精霊庁で保管中の物品から希望のものを1点およびフレンチクルーラー1年分。ミケ、頑張って次元の歪みをいっぱい封じようね。お互いの明るい未来のためにね。ね。関東大崩壊まであと7日。暴れたい気分だったんだよ。おい、インチキ魔王とお供の変態、ちょっとこのキラ様と力比べでもしないか。エロイム S タイム、我は求め訴えたり。アルカナよ、つべこべ言わずにその力を私によこせ。ギャフンと言わしてやる。ギャフンとな。バン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 バイキレッキー。魔王の御前だぞ。ミケ、落ち着いて。ゴール、カモノ。いやー、ダメー。フェイスダウン。このキラ様だー。いい気分だ。なあ、ヨリコよ。今のは一体、あっ！
カゲロウのような揺らめきが収まりました。今の感じ1ヶ月前と。失礼いたしました。とりあえずスタジオにお返しいたします。関東大崩壊まであと6日。はじめまして、魔王ミケランジェ。私は西欧精霊庁対策実行本部特任ペトラ・ユハンナ・ラーゲルクリスト。精霊庁の犬にしては我が輩に対する態度をわきまえておる。そうか、何を企む。見て、そういう言い方は失礼だよ。ちゃんと立場のある人が礼を尽くしてくれてるんだから。お気になさらずに。物質界で力を失った哀れな魔王討伐の前に名を名乗った。でも、お別れですよ。エロイムエスタイム。我は求め訴えたり。聖なる聖なる聖なる彼、御手の技こそ輝ける。上着をお預かりいたします。ご分運をお祈りします。校長を用意してお待ちください。スタンバイエンジン、ファイト。これからですよ。黙って。無駄なことだ。ヨリコ、今助けてやるぞ。こんなことありえませんわ。いい気分だ。なあ、ヨリコ。